はい、こんにちは、速稼塾の久保です。暗号通貨ニュースをね、またお届けしたいと思いますけども、令和3年2021年の8月にはビットコインが500万円をクリアするよっていうふうなね、そういうふうな予測は前々からありましたよね。3年ぐらい前から始まって、その頃はまあとてもですね500万円いくんじゃないかなっていうふうな期待と確かにあったんですけども、価格はね100万円もいってなかったんで、ほんまかいなって話だったと思います。でも実際8月の今ね10日ですけど12日か12日ですけども、500万円を楽々クリアして、しかもこれからも上昇の兆しを見せてますよね。だから私は今後もね、2021年か、今年中にビットコインっていうのは1000万円をいくかいかないかってところまで盛り上がっていくと思うんですよ。だいたい今までのビットコインの価格を見てみますと、10月、11月、12月に最終的にグッと上がっていいですね。で、年明けにはまた落ちていくってことを繰り返しますんで、まあビットコインの歴史はそんなに長くないんですけども、その傾向を見るに、12月が一番ビットコインの価格を上げるんではないかなというふうな淡い予測をしております。その他にも、裏付けを上げればキリがないんですけども、同じだけネガティブな要因もあるんですよ。ですからどこを見るかによってですね決まってきますけども、言えるのはビットコインは100万円以下で仕込んだ人が勝利して、それ以上で買った人は非常に難しい苦しい戦いを強いられているんではないかなというところですよね。はい、それでイーサリアムなんですけども、イーサリアムは私は100万円に行くのが妥当だと思ってますけども、一時期ね20万円を割る勢いで先月先々月というね場面を過ごしましたけども、現在は35万円を楽々クリアして、まだ40万円とかね、それから最高値である50万円付近までもう一回浮上してくるような兆しでございます。これも裏付けを上げればキリがないんですけども、同じだけネガティブな要因もあるんで、どっちに触れるのかははっきりは分かりません。ただですね、イーサリアムに仕込んだ金額っていうのは、私の場合は20万円以下で全て仕込みましたので、もうねイーサリアム100万円前後になるまではずっと放っておくって形です。ここまでお話して、ビットコインとイーサリアムの最終的な購入価格っていうボーダーラインっていうのが、ビットコインでは100万円以下、イーサリアムでしたら20万円以下ってことをお話したのが、いかにね適正だったかってことは分かると思います。これによってですね、私がそう裏付けは別のところで説明してますよみたいなね動画を上げてますけども、そちらを見なくても、あ、なるほどねっていうふうにここまでで分かっていただいたんではないでしょうか。そして XRP なんですけども、 XRP につきましては私はねとっくに利確してますんで、もうありません、ほとんどね。で、今111円をクリアしてるんですけども、リップルが復活するのはかなり困難な道だってことは、もうこれもね、まあ、私が決済したことでちょっとお察しいただきたいと思います。ただしこれからリップルの歴史が5年、10年と20年と続くようでしたら、その時には高値をつけることもまたあるんではないかなと、200円とか300円とかあるんではないかなと思いますけども、いつまでも待ってられないっていうのがね現実だと思いますので、私はリップルと縁を切って、そのリップルの資金でさらにね別の大口投資を成功させているっていうことでは、ここでちょっとねお伝えしてさせていただこうかと思います。リップルに関しましては、もう私はもうこれ以上語ることはないかなってことですよね。で、最後はカルダノエダですよね。カルダノエダ現在価格206円です。まあすごいですよね。カルダノエダは今月の秋にエキスポもあります。チャールズ・ホスキンソンさんも登壇されてお話しされるそうなんで、で、ビットポイントジャパンの上場もありますんでね、慎重にならないといけない部分はあると思いますけども、カルダノエダにさらなる追い風が吹いて、カルダノエダね1000円、2000円、1万7000円最終年、ここをターゲットに順調にホワイトペーパーを進めてくれるんではないかなと思います。そしてステーキングの方も順調ですんでね、ステーキング報酬本当にありがたいですね。このステーキング報酬をビットポイントジャパンを通じてですね、日本円にできるこの手軽さ最高ですよね。これからもね、カルダノエダどんどん期待していただいて、まあ購入しろとは言いませんけどもね、もうさすがに購入する単価を大きく超えてますんで、これからカルダノエダを買う方はちょっとね慎重にやってください。私がおすすめできるカルダノエダの購入金額ってのはこれ30円以下ですから、でほとんどの方も30円以下でこの放送を見てくださっていることは買ってると思いますので、あとはウハウハ状態ですよね。もちろんプレセールで 0.2 円 0.3 円で買った方はもうね天井人の送り人になっていると思いますので、決済のタイミングと課税のタイミングだけを測っていることだと思います。結構ねなんかこのぐらいの含み益を得るとこれが一気になくなっちゃうのが怖くてね、怖くてしょうがないですよね。まあ、ですので資金を守るってことにも意識を高めていかないといけないかなというところでございますね。さあ、では暗号通貨ニュースこれからもお届けしますけども、これから暗号通貨を始めようとする人へのニュースにはあんまりならないと思いますので、今までこの暗号通貨ニュースをねずっとご覧いただいた方向けの放送になってしまうことは、これはご容赦くださいませ。まだねこれから暗号通貨を始めたいという方にはそれなりのコースを設けますので、そちらの方で改めて一からスタートしていただければと思います。これはですねビットコインの歴史っていうのを先週までねずっとやらせてもらいましたけども、これの、続編としてやらせてもらおうかなと思いますんでね。で、暗号通貨のこれからの人でも成熟したもう完全にあと利確を待つだけの上級者用とね、これ2つに分けて暗号通貨ニュースをお届けすることになると思います。それではその時までまたお会いしましょう。